こんにちはそしてこんばんは今日はリバプールから世界を変えたについてお話をしたいと思いますリバプールはイングランド北西部に位置する人口約50万人の港町です産業革命期、マンチェスターで生産された綿製品は鉄道でリバプールに運ばれました イギリスの免製品がリバプールの港から世界に輸出されました。世界で初めて産業革命を行ったイギリスは、その後世界を支配していくこととなりました。同時に英語が世界で使われるようになりました。リバプールの町は第二次世界大戦でドイツ軍の爆撃を受けました。 第二次世界大戦後造船業をはじめリバプールの町は不況の一途をたどりました1960年代になるとリバプールから4人の若者が世界に出ていくこととなりましたジョン・レノンポール・マッカートニージョージ・ハリソン リンゴスタービートルズ彼らは今までのシンガーやバンドと違い自分たちで曲を作り自分たちで演奏し歌を歌いましたビートルズは世界中を席巻しました ビートルズは彼らに影響を与えた黒人のミュージシャンへのリスペクトを忘れませんでした。ビートルズはその後活躍する多くのミュージシャンに多大な影響を与えました。 ビートルズの髪型はマッシュルームヘアと呼ばれ、多くの若者が真似をするばかりでなく、当時の大人たちからは女性と区別できないと批判もされました。つまりビートルズは既存の性の壁を打ち破ってしまいました。 当時のイギリスは貴族や地主などの上流階級、医師や弁護士などの中流階級、単純労働に従事する労働者階級と今以上の階級社会で階級の違いでライフスタイルも考え方も違っていました。ビートルズの4人は貧しい労働者階級の出身でした。1963年の秋、王室主催の演奏会でジョンは次のように言いました。次が最後の曲ですが一つお願いがあります。 安い席の人は手拍子をお願いします。その他の方たちは宝石をジャラジャラ鳴らしてくださいと。労働者階級の若者が王室の前でそのようなジョークを言うことなどそれまでは考えられないことでした。つまりビートルズは階級の壁を打ち破ってしまいました。1964年2月、ビートルズは初めてアメリカを訪問しました。 アメリカの利用師協会は彼らの髪型に反発しました当時のアメリカは黒人差別撤廃を求める公民権運動の渦の中にありました特にアメリカの南部では劇場バスなどの座席は黒人用と白人用は分けられていました アメリカ南部フロリダ州のジャクソンビルで行われるコンサートに際し、ポールは次のように言いました。人種隔離なんてくだらない。黒人だって他の人たちと何も違わないじゃないか。彼らを動物か何かだと勘違いしている人たちがいるよね。人間を動物扱いするなんて馬鹿みたいだ。僕らは自分の隣に誰が座ったって構わない。僕らは4人ともそう思っている。 イギリス人は皆そう考えているし、コンサートでも人種隔離なんてしない。そんなことをするなら僕らは演奏しない。つまりビートルズは人種の壁も打ち破ってしまいました。一過性の流行。ビートルズが作り出す狂乱の時代。芸術家気取りのモップ頭。ポールの発言にアメリカのマスメディアは悲観的でした。 人種隔離のない中で演奏は行われました職場や公共施設などにおける差別と分離教育の禁止を骨子とする公民権法が1964年に成立しましたビートルズはそれまであった性別や階級人種に対する 既存の価値観を変え良いものは良いという考え方を世界に示しましたご視聴ありがとうございますこうした教育活動を維持するためのチャンネル登録をいただけましたら幸いですまた皆様とお会いできることを楽しみにしています